金平梅。ルルが拾ってきたの宝貝じゃないの？おそらく固くなった何かの糞。はあ、それを言った通り部屋に飾って大事にしているのです。このままでは。そんなのほっときなさいよ。玉露は優しいから。さて、私はそろそろ夕飯の支度に行くわ。あの節が様、今度は私のところか。何？あの私にお料理を教えていただけませんか？私の料理が気に入らないの？いえ、そんなことありません。私、皆さんをお茶会にお招きしたいのです。それでその時の料理を自分で作ることができたらと。あなたみたいなお嬢様に水仕事ができるとは思えないけど。そんなことありません。頑張りますから。じゃあこういうのはどう？毎朝4時にそこにある7つの鍋いっぱいに井戸水を汲んできて、それを1月休まず続けたら教えてあげてもいいわよ。わかりました。よろしくお願いいたします。あんな甘やかされた娘に続けられるわけないわ。リンカ、明日から私を毎朝3時半に起こして。え？はい。起こさなかったら承知しないから。あの、お手伝いいたします。ダメよ、手を出さないで。へえ、ルルったらちゃんと言われた通り水汲みしてるのね。ええ、今日で15日目よ。てっきりリンカにでも押し付けると思ったのに意外だわ。まさか節が姉さんまでほだされてないわよね。ねえ、たかが小娘のお茶会でしょ。みんなで行っても構わないんじゃ。教授姉さん、ずいぶんあっさり寝返りますこと。ははん、さてはあの小娘に買収されましたわね。え？まさか、そんなことあるわけないでしょ。教授様は大層投資の上手な方だとお聞きしました。そこでお願いがございます。私には実家から持ち込んだ財産がございます。それを教授様のお力で増やしてはいただけないでしょうか。毎月決まった額をお預けいたします。増えた分の6割はどうぞ手間賃としてお納めください。まあ、先見の明がある子ね。いいわよ、私がどーんと増やしてあげる。なんてことあるわけないでしょ。怪しい。よしよし、いい子ね。例の品ができた。薬店まで取りにおいで。準備は着々と進んでいるわ。正門薬店。寿司がルルちゃんのために特別に作ってくれた一式だよ。説明書きをよく読んでね。あ、寿司、これは。お茶会の成功を祈っているよ。くすし、ありがとうございます。大好き。あらら、ほんと怖い親子。数日後。金蓮奥様、皆さんをお茶に招くことができました。お約束通り金蓮奥様もいらしていただけますね。仕方ないわね。行って差し上げるわ。ありがとうございます。
やったわ。ルルがちょっと本気出せばこんなものよ。ルルが欲しいと思って手に入らないものなんてないのよ。ふん。金蓮奥様。あら、エンレイ。雪獅子に会いに来てくれたのね。でも今日は朝から姿がなくて。あ、いえ。逆転から伝言を持ってきました。伝言？経済から？はい。狼が小ヤギに薬箱を渡したので、お気をつけになるように、とのことです。ふーん。逆転に伝えて。あんなの小ヤギじゃないわ。小ヤギなら美味しく食べられるけど、例えるなら痩せた子ネズミ、食えるとこなんてどこにもないわ。あの小賢しい娘、本気で私たちを毒殺しようとしているのね。腹立たしい。豆腐の角に頭をぶつけて、あの世に行けばいいのよ。ご機嫌ですね。何かいいことでも？え？わかる？はい、お顔からダダ漏れしてます。だってもうすぐ、あ、危ない危ない。もうすぐお茶会だもの。皆さんと楽しく過ごせると思うと。あとは抜かりのないようにおもてなしするだけ。もう下がっていいわよ。綺麗な猫。どこから来たの？迷子？中に入ってもよくてよ。あ、そうだ、ヤギのお乳があったわ。待ってて、今お皿を。ねえ、ルルの計画聞いてくれる？ルルね、誰かに喋りたくてたまらなかったの。お前は猫だから人の言葉は喋れないし、聞き役には最高よ。ルルね、お茶会を開くの。そこで毒を持って奥様を殺そうと思ったの。それをクス氏に相談したら、それじゃダメだって。お茶に毒を入れたらルルが犯人だってバレてここにいられなくなるって。そうしたらとってもいいこと教えてもらったの。庭の、あら、帰っちゃうの？これからが聞いてほしいところなのに。待ってよ。お散歩？一緒に行こう。ねえ、ルルと友達にならない？遊びに来てくれたらヤギのお乳をご馳走するわよ。そこの葉っぱはかじってもいいけど、お隣の花の咲く木は絶対かじっちゃダメよ。それね。かわいいお花でしょ。この木のねじるに指をつけるとね、楽しいことが起こるの。体に毒が吸い込まれて病気になるんですって。頭の中身が溶けちゃって何も考えられず、体も動かせず寝たきりになっちゃうんですって。そうなったらもう旦那様の奥様は務まらないでしょ。闇女子コミックを最後までご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価もいただきました。とっても励みになりますわね、旦那様。平次、あんたはいいの？だって皆様、どうぞよろしくお願いします。ひどいわ、キネさん。あなたたち、おやめなさい。